お、お、これはすごいですよ。はい。偶然会った YouTuber さんと、まあ、せっかくだからコラボしようという話になりまして、はいはいはい、呼んでみましょう。はい、とんかつカツのお二人、カモーン。こんにちは。こんにちは。いや、お若いでしょ。ねえ、フレッシュ。ねえ、うん、はい、させていただいてもいいですか。お願いいたします。どかいこチャンネルをご覧の皆さん、とんかつカツのピーちゃんとにゃーさんです。本当にね、楽しそうにご飯を食べてね、お食事して、ここで朝食するんじゃないでしょうかね。お腹いっぱい、喫茶店って珍しいよね。確かにね、喫茶店とはいえ、先ほどお母さんも言われてましたが、いろんなメニューがあるそうですよ。じゃあメニューの方紹介してみたいと思います。まずはこちら喫茶メニューですね。ほら、ドリンクもね、コーヒーからトマトジュース、ミルクセーキなどね、昔ながらのって感じじゃない。ね、好きな飲み物とかあります？お二人は。なんだろうね、コーヒーかな。アイスコーヒー。アイスコーヒー。後で頼もうか。オッケーです。もう、おごってあげるわ。あとはね、モーニングセットありますよ。はい、こちらはね、サンドモーニング。コーヒーもついてる。安いね。アイスコーヒーありますよ。あとはこういうサンド系があったりとか。で、裏が、これがランチメニューになるのかな。手作りカレー、定食、スパゲッティとかあるよ。あ、見てください、これプラザ名物だって。プラザ名物、あ、めっちゃ絶対美味しいやつやん。やばいやつやね。あとエビカツ定食とか、へー、うまみも食べれちゃいますよ、皆さん。食べたいわ。ね、美味しそうだね。でもまあ、12時っすね。12時ってね、あの、夜のサッカー見ずに。はい、沖で12時ですか。え、沖で、はい、夜の12時、はい、そこから撮影であるので、まあ、花さんもまあ似たようなもんですよね。ありがとうございます。花さん、昨日11時までいました。ちょっと一緒に花さん一番やっぱり大変です。23時もね。え、1日中なんかディレクターみたいですね。今日は面白いですね。今日はそっちが面白い。こちらをこちらヒッティ。はい、すみません、もう失礼いたします。すごい、失礼します。大丈夫？こっち側、奥に。で、すいません、こちら真ん中にお醤油、専用のお醤油があるんですけど、はいはいはい、ご飯にもいくらにも先にかかってます。かけてしまうと辛くなってしまうといけないです。大
べて調節して足りなかったら使ってください。見てください、イクラがね、たっぷり中心にあって、その周りに錦糸卵がたっぷり乗ってますよ。じゃあ早速ね、いただきたいと思います。いいですか、じゃあ失礼します。これやばいやつだ、これ悪いやつです。本当もうすごいイクラがプチプチで、あんだね、醤油加減ちょうどいいです。全然、あ、もうこれだけでパクの上出ますね。美味しい、わさびついてんじゃん。あ、わさびもついてる、ちょっとつけてみようか。うん、美味しそう。もうね、イクラちょっとにご飯でも全然いいぐらいの味がついてる。はじける、はじける。でね、ご飯があったかいから、うん、なんていうのかな、イクラがね、卵みたいというか、ちょっとなんか溶けてる感じがして、美味しいよ。早速いただいてみてもよろしいですか。いいよ、じゃまずタルタルなしでいくね。タルタルなしで、ね、いいよいいよ。うん、あ、どうよ、長野さん、皆さん、すごいこれ、待って、サクサクで、エビがやばいよ、プリプリもうね、こぶこぶすごい、テンション上がってる、こんなエビがプリプリすぎて、うん、プリプリすぎて、プリプリすぎますね。そのまま、はいよ、はい、いっちゃってください。そら自由に食べちゃってよ。うんうん、どうよ、身がぎっしり、身がぎっしり、瞳孔がパー開いてるよ。美味しそう、美味しそうに食べますね、うん、どんどんハードルが上がるね。衣がすごい薄くて、はい、ほとんど身、はい、どうぞ。うわ、いい音してる、うん、おこれはすごいですよ。はい、エビが弾き返してくる。あー、なるほどね、歯を、うん、めちゃくちゃ身がぎっしりで、はい、ぎゅうぎゅう、もう濃厚だ、うん、本当に濃密というかね、濃密に詰まって、うん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 、めちゃくちゃエビを感じます。市場、あー、はい、エビを感じる、なるほどな、いや、美味しそうですよ。うまい、これはけどぜひ食べていただきたい。他の、他のって言ったらいいかな、うん、もう朝4時から起きて4にかけても4000万点、100点満点以上。わかりづらかった。ごちそうさまでした。では花さん、素敵なお店をご紹介いただいてありがとうございます。大満足でございます。ということで、ありがとうございます。私がいただいたですね、名物のイクラのあったかいご飯とイクラの相性がむちゃくちゃ良くて、ちょうどいいこう塩加減というか塩加減でね、花さんのご紹介いただいてね、今日は浦部さんの方で楽しみに撮らせていただきました。改めて、はい、とんこつこつのお二人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、マリコチャンネルのヒロでした。ラーメンさん。そして、とんこつこつのピーちゃんとミヤさんでした。バイバイ。あれ？この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。